カホモニー。いやいやいや、昨日から機嫌の良い私です。はい、麻生がね、そろそろ終了かというニュースを見つけて、いいね。<laughs> であ、その前にね、昨日週一コメントをいただきまして、この総裁選の行方ね、はい、私はキングメーカー対決、つまりガース対麻生の 戦いでもあると見ているのですが、もう一つね、別の方向からの見立てを紹介していただきました。はい、これね、紹介するね。はい、森安倍派小泉菅小池由里子。はい、えこの連合ね、えこれは小泉推しね、ポエム推しで、えー、で小泉が総裁になってくんないと。 総裁総理になってくれないと、三井不動産の神宮の森開発が進まなくなる。なるほどね。これが乗っかってきてんのか。うん。だから森も新次郎を推してるよね。で、安倍派の一部、うん、これ、羽生だとかさ、あの、年寄り税、安倍派年寄り税は新次郎推しだよね。 うん、で、小泉、これお父さんのことかな。で、あとガースね。うん。で、小池百合子も乗っかってきてるか。うん。でもこれあり得るよね。三井不動産と百合子の関係考えるとね。で、確かに森は、この三井不動産利権は、これすごいこだわってるでしょ、森って。<laughs> ね、神宮外苑再開発ね。もう森が進めてるようなもんだよね。で、で この森入県のためにも、ポイム君が総理大臣になってくれないと困るという、うーんでもこれバック強いね。<laughs> こう考えるとね。で、コバホークのバックは、この統一協会組ねうん。ここには、まあ若手とかさ、安倍派の中の福田達夫グループみたいなの乗っかってますよね。さあ、<laughs> えー、統一協会組。 はい、これコバホーク側ね。三井不動産利権組。これポイム側。どっちが勝つのかで、今さ、コバホークのネガティブ記事が多いよね。そう考えると、これガース側さ、これ三井不動産側は、うーんこれどうしてもポイムっていう事情はありそうですね、というね。 はい。で、じゃあ、麻生はこれどっちに乗るかってさ、ここでもう一回、ちょっと見立てを変えた方がいいのかなという気もしてきました。はい。で、こんな前提知識を持ちながら今日の記事を見ていくと、さらに楽しめます。<laughs> いやー、ちょっとね、もう爽やかだね。<laughs> 麻生太郎、キングメーカー終了、終焉かーだって。<laughs> で、派派閥の統制がね、効かなくなりつつある、え、麻生派が、もうごたついているということらしいです。で、麻生派は今ね、54名を抱える自民党唯一、今もこれだけになっちゃったんだよね。で、麻生派54名でしょ。で、安倍派はかつて、えー、マックス100人くらいいたあの最大派閥だったよね。で、それがなくなって、 1> 今1個だけ残ってる、麻生派54名、うん、でも54名いるとさ、推薦人の20人は容易に確保できるから、この総裁選でも、このなんか派閥の力学がまだ残りそうな感じはしますよね、で実際、うん、また派閥からこの人みたいな,おしな形で、あのー、候補者をしてきて、 これ派閥まだあの機能してんじゃないのかと思いきや、はいえー、そうでもないということがこの記事の中に出てきて面白いですよでだから岸田君はさこうあれだよね置き土産ね派閥解消という置き土産を置いて、えー、去りますねっていうねでんー もうほら二階派とか安倍派とかこういうのなくなっちゃったもんね。で、この麻生ね、麻生はこれ1年間総理やっただけだよね。うん、2008年から2009年で、で、こっから民主党政権になっちゃったんだよね。で、安倍晋三政権と、で、その後、と、えー、安倍が復活してきたよね。その時にも麻生は副総理ね。で、 えー、岸田政権の時には自民党の副総裁やってて、これ養殖歴任してきたよね。政界随一の、えー、実力者だって。麻生太郎83歳で、ね。で、安倍、えー、岸田も麻生には頭が上がらなかった。そうだよね。岸田君も結構勝手なことをしてしつつで、麻生を怒らせつつは、 麻生のご近畿伺いは最後までしてたよね。岸田くんもね。はい。だが、そんな麻生派に崩壊の危機が迫っているというパチパチパチ,パチ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 。パチパチパチこの記事、どこが書いてんだろう。えー、あ、フラッシュね。うん、これ嘘じゃないよね。で、で、ここね、引き金を引いたのはコバホーク。え、麻生派崩壊の 引き金を引いたのはコバホークだとするとえじゃあ麻生はさコバホークをするのはちょっと考えづらくなってきますよねここからねでこれね8月19日にコバホークはあの出馬会見してよねでその時にこの会見に同席してた議員っていうのいたよねこれ推薦人とはちょっと別なのかなほら24人もいるからね でこの中に麻生派の議員がいたんだって、これ麻生ショックだったね。<laughs> ちょっと私の声は明るくなっちゃいますが、<laughs> このコバフォークの出馬会見に麻生派議員いるじゃんっていうのを見た時のね、これ麻生がこれがっくりになっちゃったんじゃないで、山田賢治、斎藤弘明、これ,こ,れこれなんて読むんだろう、これ坪議員かな うん、私ねこの坪議員をねまとめてアメブロに載せました坪関連議員168人ね、うん、これの鈴木エイトさんの、あのー、著書をもとに、うん、とにかく名前だけピックアップしてみました誰がいるかなっていうのねでこれを時々見ています麻生太郎もいますよ <laughs>、うん、でこの坪関連議員っていうのはね坪に宿根を送ったとか ツボの関連イベントであのスピーチをしたとか選挙応援を受けているとかね。あとツボから秘書を送ってもらっているとか。あとツボ関連メディアから取材を受けたとか。あの対談してるっていう議員は結構いるよね。うん。で、ツボ関連議員は、これってさ、国民の敵だよね。うん。だってこうツボほど日本を痛めつけてる組織がないでしょう。だってさ。 年間300億も信者から、つまり日本人から金を巻き上げている、うん。で、国会議員っていうのはさ、国民の困りごとを解決してあげるのがそれ本来の役割であって、その日本にとってさ、日本を痛みつけている、この壺に支援をしてもらっているとか、壺に便宜を図っている議員は、もうそれイコールあの、国民の敵ですからね。はい、で、この面々を一回でも、 このツボと関わったね、うん、議員の名前を覚えてい,いなければいけませんよで、で、この麻生派のさ、三人のね、小馬方向子の議員、これいるかな山田賢治斎藤。これね、ちょっと私も毎日のように見ています。この名前をね、頭に入れようとしてますが、いるかな はいあみ、皆さんもね、こ,これあのご、ご覧くださいね。あ、これ、ちょっと待って。このさ、読めない字ね。この、勤めるに第二、俊介って、こ,これ言いますね、ここにね。<laughs> これ、壺だね。あの、読めないね、なんとか俊介ね。これ、相派だったんだ。あと、斎藤なんとかとか。はい、えー、ちょっとこれを探していると時間が経ってしまうので、えっ、ー、と、私のね、アメブロは、あの、概要欄で、 紹介していますので、最新記事に、このね、えつ、ー、ぼ、つぼ関連の168人の議員、自民ね、立民、えー、あと、玉木雄一郎も入ってる、あの、維新もちょびっと入ってる、まあ、大体自民党だけどね。で、はい、麻生派の、ベテラン議員のあまりね、うん、あまりはもう、コバホークを押してるわけでしょ。<laughs> うん、で、麻生と距離があり、あり、小林のシーンに回るね、あまりはね。だからさ、こんな小林を麻生が押すっていうのはちょっと考えづらいね。うん。で、一説にはさ、そのガースの、キングメーガースとのキングメーカー対決で、麻生はコバホーグに乗るしかないみたいな話もありましたが、この事情を見るとさ、麻生はさ、コバホーグに対して、 恨みしん浦見し骨髄じゃない <laughs>、うん、じゃあやっぱポエムに乗るのかなやっぱりね。うん、で麻生,も麻生はどうなんだろうこのさ三井不動産事件とどのくらいか絡んでいるのかね。で麻生議員の中には信次郎す議員もいる。でってことは麻生の抑えが効かなくなっちゃってるってことだね。派閥内でね。これ面白いね。<laughs> で,で、麻生派のさ、河野太郎も出馬するって話だよね。で、了承はしているけれども、別に派閥として河野を主任するわけではないらしいんだってね。で、麻生派関係者はが言うにはね、河野はちょっと浮いてるんだよね、麻生派の中でね。うん、仲間と飯を食べに行くこともないし、性格的にも変わってるし。 麻生派内では、えー、なんか肌が合わないっていう議員も複数いる。で、今回も、河、え、野、ー、支援に回らない議員は少なくない。うん、だから、麻生派全体で河野を知ってるわけではないらしいというね。河野も中途半端なポジションにいるよね。<laughs> うん、で、自民党ベテ,ベテラン議員秘書ね、この人の、はい、発言がいくつか出てきます。 長らく続いた派閥の力学による総裁選が終わりを迎えたね。はい、だから今回の総裁選は、この派閥の力学にはよらない。うん、だからもうそれぞれさ、勝手なことをし始めちゃってるってことですね。うん、こうやってさ、もう自民党内は、まあ、派閥があったからまあさ、ある程度の統制が効いてた。で、焦ってるのはさ、 あの安倍君の顔で当選してきたな安倍チルドレンとか、あの辺が今焦りまくって、誰を総裁にしたら自分の選挙を次回勝てるかなって、そればっかり考えちゃって、じゃあ新次郎だったらいけんじゃねみたいに、いに考えちゃってる人もいるよねうん。で、売れ金問題で派閥が解散になったから、うんなったからといって総裁選では、派閥の力がものを言う。 と考えていたんだって、この秘書もね。うん、でもそうでもないと。うん、もう変わってきちゃったっていうわけね。うん、派閥はどうやら本当になくなっちゃったらしいね。<laughs> また新しいのはできてくるかもしれないけれど、今回の総裁選はもうバラバラになっちゃってるってことね。で、あの、この若手議員とか言われる人たちね。うん、それがコバホークを推しているっていう話ですが、 この若手議員っていうのはどういう人かっていうとね、あの、衆院では当選4回以下でね、参院では2回以下、まあ、この辺のことを若手議員と言うらしいです。で、それが5割も超えてきちゃってるっていうね、うん、だから自民党内も世代交代みたいのがあり、で、このいわゆる5割もいる若手議員が、 この小林を押しているというね。うんで、じゃあさ小林のそのバックにいるのはそうじゃなくて、これ純粋に壺とか坪議員とか、あとはこの若手なのかもって気がしてきますね。で、本来今回彼らの行動を見て。 この若手議員のことがねな、もう派閥の時代は終わったと思った、このベテラン議員秘書が言ってるんだよね。派閥の時代は終わった。同時に、麻生のキングメーカーとしての役,員役割も終わったようだね。パチ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 ,パチ <laughs> <laughs> これ本当だよね。うん、これ本当であってほしい。で、これまで、数の力を武器に、うーん、つまりこれ、 派閥の力だよ、ね、で、権力を握ってきた麻生は、なんかね、8月20日に、しょんぼりしてたんだって。<laughs> 一応、岸田君の政権運営はね、うん我々としても支えてきたかいがあったとかね、えー、内政外交の全般にわたり成果を上げた、えー、それだったら、岸田君をまたさ、支援してればいいじゃん,うん。だからさ、自民党もさ、安易に、 総裁の顔さえ変えたら選挙勝てるって思ってんだよね、うん、でも本来はさあの党内であの一致して現職をさ支衛しなければいけないはずですよね、うん、だからもう点でバラバラになっちゃってるっていうねで麻生がこうやって発言をしたのですが、うん、このねそう派内をまとめられなかった、うん、だって裏切り者出ちゃってるでしょで、 寂しげな感じでした。<laughs> うーんなんかさこう、麻生の権力がねあの、弱くなればなるほど、ちょっと嬉しくなっちゃいますね。で、で麻生の心配事はね、この長男なんだってねうん、もう今はこの総裁選のことよりも、後継者である長男正宏の将来を心配している。 で誰とは言わないが麻生に恨みを持っている政治家は少なくないこれいっぱいいるでしょで麻生に力がなくなるとこの長男が議員になった時にいじめられるっていうねあーなんかこんな心配をしちゃってるんだって麻生はねってことは長男を何また議員にするつもりなのあの2階の家みたいに で、この長男はね、どういう人かっていうとね、この、麻生正宏っていうね。で、麻生はさ、結構遅かったから、40代くらいの子供だよね。で、これまだ若いんだよね、麻生正宏は。30ね、30代ま,でまだほら、このさ、ザ・ボンボンみたいなさ、<laughs> このなんかこう、切れ味のない顔っていうかね、これもダメだ,だと思うこの顔見ただけで。<laughs> 麻生の長男ね。 うん、で、今何やってるかって言ったら、うん、実業家で、なんかね、麻生、麻生商事の <laughs> 代表取締役を務めてるんだって、この、長男正宏くんはね、うん、もう、麻生博くんももう出てこないことを考えてね、うん、議員とか諦めて、この麻生商事の社長をやってた方がいいんじゃないの。うん、で、むしろ、娘の方が、うん、なんかこう、 切れ物っていうかさ、この阿蘇イコっていうものかな。これ多分サイコだと思うんだよね。阿蘇イコね。海がなわかんない。でも、こ,れこの字だと、サイコとかサイコとか綾子。でもサイコかな。ちょっとサイコとしますね。阿蘇の娘も、これ東大卒で、これはなかなか理髪そうな顔をしてるでしょ。この町内よりもね。で、なんかフランス人と結婚して、 今、パリ在住で、で、日本に戻ってきたとか来るとかで、で、もしかしたらこの娘も、正解入りを考えているのかも、みたいな話もありますが、まあ、麻生の頭の中では、まあ、この長男に継がせたいんでしょうね。で、で、こうした状況ですから、このね、勉強会ね、派閥勉強会っていうのが、今月末あるらしいのですが、麻生派として最後の勉強会になるかもだって、 <laughs> もう勉強会やめちゃったら、これ派閥の意味なくない。あとはなんかランチ会とかやってるよね、麻生はね。こういうの好きなんだよね。集まってなんかは、わーわーやるのがね。で、勉強会も最後になるかもしれないと、囁かれてるんだって、麻生派でね。で、麻生はね、もう一期やるんだって。<laughs> もう一期やってっから、この長男正宏に引き継ぎたい。そうすると長男は、 いくつ40近くな,なるのかなこういくあ ?39 歳だからね。で、麻生がもう一期頑張ってやるとちょうど44歳くらいで、まあいいんじゃ、継がせるにはいい年じゃないみたいになるようですが、今、権力を失い、ね、いろんな政治家に恨みを買ってると、この正宏君もいじめられたらかわいそうとか。<laughs> えーえー、で、 でね、麻生はほら、もう一気やるつもりでしょで,で、で、まさか、突然引退するなどと、言い出さないかとは思うのですが、はい、いつでも引退どうぞ。でも、こう、引退した方がいいよね、ここでね。うん、だってこのままさ、権力が尻つぼみになってって、こう、惨めな政治家になってくんだったら、今がさ、引退ね、するのにちょうどいいんじゃない あの、二階くんみたいに、えー、これ以上、こう、無様な <laughs>、ね、様をさらけ出すよりも、これ、麻生くんも引退の時だね。うん、総裁選は、党内秩序に変動をもたらしているようだ。うん、面白いですね。うん、この総裁選ね、この、総裁選は、この麻生の、こう、失意ね、失権を、 はい、これが達成できれば、まあまあ、すいかのある総裁選じゃないかなと、ね、言えると思ってなったのですが、そんな矢先、<laughs> いや、本当に安男君、やばいという記事が出てきて、でもこれはさ、あの願望とか予測っていうよりも、これ事実を言ってますよね、この記事はね。く、は、ん、い、ピンチ はいえー、今日はねとても機嫌のよい朝でしたはいまたやりますではまたバイバーイ「選手を信じちゃいけないよ自分の頭で考えろ」「いつでもあいつが監視して最近泥棒させないぞ」